みなさんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回はデイサービスで最も人気が高い間違い探しです。絵が左右に並んで表示されます。左右の絵で違うところがありますので、どこが違うのかを当ててみてください。1、2問目は2箇所の間違いで50秒。3、4問目は3箇所の間違いで60秒。5、6問目は4箇所の間違いで70秒の回答時間になります。だんだんと難易度がレベルアップしていきますよ。全問正解を目指して挑戦してくださいね。それでは早速始めましょう。1問目です。2箇所の間違いを50秒で探してください。ハリネズミもハロウィンですね。どこが違うでしょうか。答え合わせです。まず1つ目は、ハリネズミがかぶっている帽子のつばが小さくなっていました。2つ目は、ハリネズミの手の位置が変わっていましたよ。2問目です。カレー作りのイラストです。2箇所の間違いを50秒で探してください。答え合わせです。まず1つ目は、カレーのルーが大きくなっていました。2つ目は、お玉の穴が消えていましたね。細かいところだったので難しかったでしょうか。それでは次に行きましょう。3問目です。レベルアップです。3箇所の間違いを60秒で探してください。仕事をしている男性のイラストです。どこが違うでしょうか。答え合わせです。まず
つ目は、ここのラインが消えていました。2つ目は、コーヒーの影がなくなっていましたね。3つ目は、キーボードが1列少なくなっていましたよ。4問目です。次も3箇所の間違いを60秒で探してください。リスのイラストです。どこが違うでしょうか。答え合わせです。まず1つ目は、リスの口が開いていましたね。可愛らしいですね。2つ目は、尻尾の縞模様のここが短くなっていました。そして3つ目は、どんぐりの下の部分が丸くなっていましたよ。時間内に見つけることができましたか？間違い探しは空間認識能力と集中力、注意力を鍛える効果があると言われていますよ。それでは5問目です。レベルアップして違うところが4箇所になります。制限時間は70秒です。落ち葉で焼き芋をしているイラストです。どこが違うでしょうか。答え合わせです。まず1つ目は、お母さんのスカーフの結び目部分が変わっていましたよ。2つ目は、ここに枯れ葉が増えていました。3つ目は、男の子が持っている焼き芋がかじられていましたね。そして4つ目は、女の子のまつげが反対向きになっていました。ホクホクでとろりと甘い焼き芋は美味しいですよね。最後の問題です。4箇所の間違いを70秒で探してください。子供たちのイラストです。さあ、どこが違うでしょうか。
答え合わせです。まず一つ目は、花の向きが変わっていました。二つ目は、ソフトクリームがストロベリー一色になっていました。三つ目は、左の女の子の前髪が長くなっていましたよ。そして四つ目は、この女の子のスカートが長くなっていました。それでは最後におまけ問題を出題します。おまけのイラストには間違い箇所が2箇所ありますので、20秒の制限時間内に探してください。それではスタートです。答えはコメント欄へお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、そちらでチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画で使用した間違い探しは知の種のホームページで無料プリントとして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。コメントと高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。